はい、どうもタクです。今回は横浜ワールドポーターズに新しくできたベレビルさんというパンケーキ屋さんに行ってきました。こちらの店ではミルフィーユパンケーキという4枚や8枚のタワーパンケーキにハワイアン風の食事メニューが多数揃えられています。店内はワールドポーターズのハワイアンエリアみたいなところに位置していて、席数もかなり多く、多くのお客さんで賑わっています。メニューはこんな感じで、お目当てはもちろんパンケーキ。こちらの店では QR コードからメニューを読み取って注文する形式になっていて、特にパンケーキは半熟の状態で提供するためにオーダーしてから作られるので、約20分ほど待つこともあるようです。注文したのはもちろん名物のミルフィーユパンケーキの8段と生クリームを挟んだマンゴーパンケーキの4段です。お皿を揺らしてみると、このようにめちゃくちゃプルプルしているのが可愛いです。ではいただきます。まずはよくあるナイフとフォークで切っていくところを取りたかったんですけど、手でスマホを持っているとどうしてもナイフだけで切ることになってしまうので、なんかこういうの誰か取る方法とかあったら教えてください。そしてなんとなくのイメージですけど、タワーパンケーキといったらこうやって真っ二つに切って断面を見ていくのが定番な気がするので、ちょっとやってみました。ちょっとカメラだとちょっと見づらいんですけど、生地が本当に半熟みたいな感じになっていて、ふわっとした面と少しとろっとした食感が感じられます。まずは生地から。そのままで食べても結構甘さがあるので、まずはそのまま食べて生地の美味しさを味わうのがおすすめです。トッピングにはバターとホイップ、そして机の上にメープルシロップが置いてあるので、あとはお好みで組み合わせて食べていきます。ちなみに今回はバニラアイスをトッピングで追加しました。僕は結構パンケーキとアイスの組み合わせが一番好きで、アイスがトッピングで付けられるときは大概つけているような気がします。そしてこの生地が本当に結構美味しくて、見た目はすごいボリュームがあるように見えますが、半熟な分生地が柔らかめなので、口の中に入れると、思ったより軽いんですよね。なので4枚からでも多分1人で食べきれるんじゃないのかなとは思います。で、結構僕自身もちょいちょいパンケーキをいろんなお店で食べに行ってはいるんですけど、あんまりこういった半熟系のパンケーキってまあ出会ったことないかなっていう感じなので、このパンケーキが多い横浜とかみなとみらいエリアでも他のお店と差別化にもなるし、なんといっても8枚で1000円ちょいっていうコスパもすごいいいので、カップルでみなとみらいとか訪れた時に2人でシェアするのもおすすめだと思います。とりあえずタワーパンケーキの方は半分食べ終えたので、もう片方のマンゴーパンケーキの方を少し味見していこうと思います。マンゴーパンケーキは2段と4段があるので、もちろん4段にしました。上にホイップクリームやマンゴー、そしてマンゴーソースがかかっていて、生地の間にもクリームとマンゴーが挟まっています。揺らすともちろんこの通りめちゃくちゃプルプル。先ほどよりもクリームの量が多く、マンゴーの果肉もソースもたっぷりかかっているので、メープルをかけなくてもかなり甘いパンケーキになっています。マンゴーソースをまとったクリームとパンケーキが一緒に口の中で甘さを広げていき、飾られたスライスアーモンドが香ばしさと食感のアクセントになっています。そしてこのパンケーキ、最初はマンゴーが上の方に少し乗っかっているくらいかなと思ったんですけど、こんな感じに間に挟まっている部分を含めると結構な量のマンゴーが出てきました。そしてこのクリームを挟んだパンケーキタワーはマンゴーの他にもう一つミックスベリーがあるので、マンゴーはかなり全体が甘い構成になっていましたが、ベリーの方はその酸味の分パンケーキとの違った相性を楽しめるので、そちらを食べてみてもいいでしょう。はい、まあこんな感じで、あとはゆっくりこのパンケーキたちを食べていきます。ちなみにこのお店は9月の13日にオープンしたばかりということで、うっかり休日に来ようものならかなり人が訪れているので、少し待つこともあるかもしれません。で、僕もこれ9月23日の木曜日に来たんですけど、完全に祝日だということを忘れていて10分ほど待つことになりました。狙うは平日の方がいいとは思いますけど、もし休日に訪れる場合は、ちょうど僕が退店する3時半過ぎとか4時くらいになると、もう来店する人もほとんどいなくなり、席も結構空くようになったので、その時間帯がおすすめかもしれません。ちなみにこのお店なんか見覚えあるなと思ったんですけど、数年前まで別のパンケーキ屋さんがここにあって、パンケーキ食べ放題と書かれた赤い看板があって、
確か1100円くらいで食べ放題できたお店があったんですよ。で、学生だったら2人でシェアして OK みたいな感じで、1人540円でパンケーキ食べ放題できるっていうお店だったので、なんかいつか来ようと思ってたんですけど、結局訪れることなくお店が閉店してしまって、まあ、残念です。ここでバニラアイスのトッピングを追加しました。こういったトッピングの単品は QR コードにはないので、もし追加する場合は店員さんに直接オーダーしてください。そしてこのバニラアイスもバニラアイスなんですけど、バニラ感よりはややミルク感の方が強いバニラアイスになっていて、結構このパンケーキとは組み合わせるととても美味しかったので、ちょっと我慢できずについもう一回頼んじゃいました。ちなみにここからは完全に余談なんですけど、先ほど、まあ、ちょっと挙げたように横浜みなとみらい中華街あたりって結構パンケーキ屋さんが多いんですよ。みなとみらいですと本当に先月オープンしたばかりのエクスンシンクスさんや、昨年の6月にオープンしたミルクさんとか、あとはハワイアンカフェといったら有名なメレンゲさんとかで、横浜駅の方もバターさんだったり、中華街の方でも幸せのパンケーキさんだったりと、自分が行ったことある中でも10から13店舗くらいお店があって、かなりパンケーキ激戦区になっているんですよ。でもどのお店もかなりパンケーキの生地だったりトッピングだったり味の種類だったり全然変わってきて面白いので、もし横浜とかで食べ歩きとかをするのであれば、横浜から中華街ぐらいにかけてパンケーキ巡りをしてみるのも面白いかなと思います。そして最後にお願いなんですけど、僕結構パンケーキタワーとか好きで、ちょいちょいパンケーキタワーを巡りたいなって思っているんですけど、あんまりパンケーキタワーに詳しくなくて全然知らないので、もしどこかにパンケーキタワーがあるのを知っているという方がいれば、ぜひコメントとかで教えてください。ちなみに目安は6段から、まあ、10段以上とかで、僕が一番印象に残っているパンケーキタワーはあのバターさんのこの10段パンケーキです。こちらは期間限定のようだったので、先日訪れた時にはなかったんですけど、再販されたらまた旅に行ってみたいなと思います。ではごちそうさまでした。はい、そんな感じでビリビリさんに行ってきたんですけど、こちらの店も全然僕オープンしてたこと知らなくて、以前はサンジェルマンさんのパン食べ放題の時にお会いしたツイッターの方がツイートしていて初めて知ったんですよ。そういった最新情報を持っている方って本当にすごいなと思いますし、教えていただきありがとうございます。おまけですけど、自転車はロードバイクに変わりました。バイバイ。